久の宗成官営二年は、紀州藩、田丸城代家老久の家初代当主。父は、徳川家家臣久の秀朝。祖父は元、今川氏真家臣で、徳川家康に仕えた久の宗義。子は、久の宗春。通称は金五郎。官位は、十五位下、丹波守。天正十年、久の秀朝の次男として生まれる。慶長元年、父秀朝が、 徳川秀忠上洛の友をした際、遺婚により、三宅矢地兵衛を殺害し、自害したため海役となり、本田忠勝に養われる。久野家は、祖父の久野宗義が再建することになり、下宇佐国桜藩一万三千国から千国となったが、宗義は、関ヶ原の戦いの先行で八千五百国に、加造され、丘陵島とう久野城を与えられた。 慶長5年、関ヶ原の戦いに出陣し、退却する、島津義弘勢を、本田忠友と共に追撃し、先行を挙げる。慶長14年、祖父宗義が83歳で死去したため家徳を、相続し、東東海区の上司となる。慶長16年、十五位下、丹波守に任官。同年、主君、徳川家康の十男の駿河俊夫上司、徳川頼信月家臣となる。 慶長19年の大阪冬の陣、慶長20年を大阪夏の陣に出陣する。現名5年、頼信が紀州に天保となると、1万国を与えられ、熊野地域の抑えとして止まる城代となる。官営2年死去。ありがとうございます。